こんにちは。日本学術書道会の田村喜山です。今日も担当者の茶掛けの前後辞典から前後を選び、その解説も読んでから後でその前後を半紙に筆で書いてみます。今日の言葉は高雪です。紅の雪、枝に咲く紅の花を例える。八居の道書、格景種、早春、漢、応答歌詞という詩に、緑の酒は三尺に練り、紅の雪は鹿を圧すとあります。意味は、緑の酒は杯や尺に粘り、紅の雪は枝々に積もるということです。それでは今から降雪を書いてみます。最後までご覧いただきありがとうございました。